安倍総理大臣が全員野球内閣と銘打った第4次安倍改造内閣の発足から一夜明け、新閣僚らが本格的に公務をスタートさせました。総理、新内閣が本格始動ですが、改めて意気込みをお願いいたします。内閣府では職員が拍手で迎える中、片山さつき地方創生担当大臣らが次々と初登庁しました。午後にかけて新旧大臣の引き継ぎなどが行われます。一方、防衛省では2度目の防衛大臣を務め終えた小野寺前大臣の離任式が行われました。冷房のない宿営地を拠点に被災者への支援を続ける隊員、撤収後も直ちに次の出動に備えて機材整備に当たる隊員など、勇気と真心、そして自己犠牲の精神で災害派遣活動に当たる多くの隊員たちを目の当たりにしました。午後には岩屋新防衛大臣の着任式が行われ、小野寺前大臣からの事務引き継ぎも行われます。自民党総裁選の期間中に安倍陣営から辞表をかけと言われたと発言して物議を醸した斉藤前農林水産大臣は500人以上もの職員に見送られて役所を離れました。吉川新大臣のもとには午後早速農業団体や水産団体の会長らが挨拶に訪れる予定です。はい、すみません、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本番まで2年を切った東京オリンピック・パラリンピック担当の桜田新大臣は早速日本パラリンピアンズ協会の幹部と会談しました。午後には組織委員会の森会長や小池東京都知事と会談する予定です。